前回までの畠山家の系図になりますけども、この系統とこの系統、それからあの、能と畠山家、この系統。この三つを見ていきます。結局、戦国時代生き抜くのは、これとこれで、こちらの吉弘のこの流れの方は結局滅びてしまうと。これがあの、宗宗家と言われていて、これが美宗家、これが小作家と。別名、能と畠山家と。 戦国時代を生き抜くのはこの美宗家と師匠作家になります。前回は畠山金吾家を見て名誉の政変で畠山松永が死ぬまでを見,え見ましたけどもその一方で畠山三家の弟のこの三則三則の子孫であるこの能登畠山家これの始まりについては前言いましたように 義満に嫌われた三家が畠山家の家督を廃されて、三森にすべて譲られたんだけども、義満の死後、三家が家督を再び継いで、三森が能登一つを三光から譲られたと。まあ、これは天下の美妓なりというふうに言われたんですけども、まあ、その時代のですね、その結果、畠山がこう出てきたと。その畠山家ですけども、 この三則の息子の話から入っていきますと畠山義忠この畠山光則は足利義家持にはあまり好まれなかったと義継の乱にも連座して隠居に追い込まれるとかまああまり能登畠山家は義持の頃には良くなかったんですけどもこの畠山義忠は 足利のが気に入られたようで、まあ、三則も吉則の時代には、吉則と三井の間の取次役とかをやってます。能登守護職は結局奪われなかったので、家はそのまま続きます。で、畠山、えー、三井への代理として、官官役を務めたのが畠山持国ですけども、えー、一方、いとこの畠山持ちは利発役を務めています。官令家の一角として、畠山家は非常に重要な、えー、あれを持っていると。 1130年から父親が病気になってきたことで守護主義の代行。32年には野登主護と家督の継承を行っています。30年には昭晩衆。1140年に着村の吉宗にあの事実上の家督を譲っていると。実は40年にあの息子が死ぬんですね。一騎と戦って、大和の国の一騎と戦って、戦死するた,ために着村が継ぎます。持ち国義弘と八三郎の戦い。この時には、 吉弘側にいいています能登畠山家は基本的には義宏サイドに突っ込んでおります。吉忠の、えー、着孫の吉宗、大仁の乱では義宏と共に、えー、西軍についていると。で、大、え、仁、ー、の乱後、能登の国に、えー、在国し、越後の上杉氏、この上杉氏というのは、あの後の上杉謙信とは違って、あ,のあれですね。 えー、も,ともともとの守護式ですであの。ちなみに越後の上杉氏は、えー、途中で断,断絶だん徹してであの、上杉謙信は実はあの関東関連の山の内上杉氏家を、えー、一応ついている形になります。まあ、もっとも、えー、山の内上杉氏は越後上杉氏から養子を、えー、取って、えー、存続させてるんで、えー、2度にわたってあの上杉紀舟、えー、と上杉秋貞。 この両者が越後から養子に入ってきてるんで、馬の内上杉氏と越後上杉氏というのは非常に深い関係にあると。畠山吉宗は越中の信仰を、えー、起動しています。というのは、越中というのはこの頃はあれなんですね。東国について畠山松永の両国になっています。だからその越中の、えー、信仰を起動しています、えー。加賀の一向一揆では、一向州ではなく、東芳正近に組みしています。これ、あの、我々から見たら、 え加賀の一向一揆と島守護大名の徳島幸近だったら、それは当然畠山は加賀の一向一揆じゃなくて、徳島幸近に着くだろうなというふうに、まあ、考えてしまうんですけども、これ実は意味が若干違って、一向一揆を実は支,配あの支持していたやつがおるんですよね、大名でも。 だから、まあ、徳島幸家つのは、そういう意味では、えー、気の毒なやつであって、後ろに一向一揆のバックには、えー、いると。で、一揆の後ろに、一、え、揆、ー、で大体、畠山を潰す奴やつらの後ろにいるのは細川政元であると考えて間違いなくて、これも一向一揆も実はあの、えー、細川政元が背後で支援したと言われています。だから、まあ、畠、えー、山家としては一向一揆っつうのは、これ、実は油断ならないですね。油断すれば、細川慶長家の、えー、影がちら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 ついてくると。 ということで、野登畠山の畠山吉宗は、えー、細川、まあいわば細川正元と畠山吉宗の代理戦争になりますよね、えー。結局、これは決着がつかず、野登、加、え、賀、ー、お互い相互不可視の形になっていくと。えー、その息子の畠山吉本ですけども、1500年に弟の吉宗を、えー、擁立されて越後に追放されています。ところが、えー、1506年に、えー、復帰しています。 これ、まあ、一個一揆があったことと、それから、あの、えー、もともとこの畠山吉宗とかが、この足利下根を、えー、支援したために、吉宗が追放された後、足利下根を復興背景に、えー、この1506年には吉本も復帰してます。この吉宗は、あの、こういう形で吉本を、 追放して主護に就いたんですけども、吉本は帰ってきたと、この吉宗をちゃんと補佐役として任命して手打ちするんですね。で、さらにこの吉宗の息子の吉房を後継指名にしていて、吉宗、吉本の二党政治、これに吉房を加えて、三党政治で、野戸畠山家うのは危機を乗り切ると。この辺、畠山、吉本なかなかうまく乗り切ってるというところがあります。山、吉は えー、七尾城を建築し、えーまああの、京都からいろんな人物を呼んできて、七尾を、えー、小京都にしていたと、この義んの頃に、能登畠山家の、えー、最盛期が、えー、訪れることになります。1 1 9十0年から1545年までですから、割合、えー、長い間、能登畠山家というのは最盛期を迎えると、能登畠山家が能登を中心に最盛期を迎えていた頃機内ではどうなっていたのかということになりますね。 ここで、ちょっと畠山家の有力機関を見ていきます。まず、遊佐市です。遊佐市通いうのは、ではなく、二国軍の遊佐号を本気としています。現在、遊佐町という、山形県の北端に遊佐町という町がありますけども、そこです。だからこれは遊佐、あのまあ、一般には遊佐と呼んでますけども、町としては遊佐というふうに読むようです。遊佐町通うのがあります。 かなり古くからいた家光ですねえ。藤原の元平にユサ号を寄進したという、そういう記録があり、まあ、あの最終的にこのユサ号というのは、えー、元平から、えー、さらに石関機に寄進されて、石関器量として中世に立証されます。そういうのが出るだけで、実際、おそらく、まあ、殿下渡り領になったんだろうなという気はしますけども、あるいはこの家かもしれません、えー。苦情ではなかったような気がします。 この湯沙市が畠山市と関係を持つのは、やっぱり欧州のこの、えー、ではの国の、えー、北端ですけども、東北の欧州短大を使ってやっていた畠山市に使えています。二、えー、本松畠山市ですね。その関係で、えーまあ、一門は畠山家の、えー、活動範囲にこう広がっていくと。 もちろん、ではの国に残って、そのまま残った一族もあって、それ以外には河内の守護代、あるいは能登の重臣、あるいは越中の重臣などになっています。越中と河内はいわゆる金吾家、宗主美州家のものになっていって、能登は小作家の配下としてなっていきます。畑あ分裂に際しては、 湯佐国助、広家と湯佐長直にえ分裂しています湯佐家は畠山家ともにえ分裂しています神保市え神保氏は神保家の国、えタコ郡神保村のえを名字の地としています関東のあれなんでえ鎌倉時代以来畠山氏に仕えていた不大のえ家臣と言われています越中のとそれからあの紀伊のえ宿題を務めています か内が、えー、ゆうで、えー、人望が越中のと、キーの、えー、宿題とか、お金やるとかで、まあ、あの人望しは。そういう意味では、畠、えー、山市に、えー、鎌倉時代で使えてるということもあって。たくさんの、えー、宿題を、えー、書いてますね。で、えー、まあ、有名人としては、人望長元。 畑は松永の重心です。で、宇佐那川の王ともに松永秀信を支えて吉田根を保護しています。あの吉田が明応の戦の時、吉田根がまあ越中の国に逃げ込んだのはこの神保中本の存在が大きいと。ただ吉田根は結局最終的にこの越中から越前の方に動き。 あの越前の朝倉市のほうに入ってますんで何かあったのかなとその後義種は近江、えー、国まで出,出撃して京都をうかがいますが、えー、敗北して大内市のもとに行ってしまいます神保吉宗はこの足利義種と、えー、行動ともにして大内義行のもとに,、えーえー、に入り後に、えー、越中に戻っています長尾義景 この,越後のこの頃一向一揆は広がってましたけども越中の一向一揆を鎮圧するのに、えー、越後の守護代である長尾義景を頼ったんですね。この長尾義景の手助けを借りてあの越中を制圧したんですけどもこの義景が一揆勢との戦いで戦死しちゃったんですね。ここのののの時にこの義影の息子の長尾ため影は この神保吉宗が突然手引いたから、俺の親父一騎でで戦死したんやというふうに考えて、えー、長尾為影とこの神保吉宗の関係は、えー、悪化します。そうなりますと、えー、当然、畠山、久信、えー、吉房、 こういった連中は、えーまあ、神保氏の、えー、動きを制圧するために、えー、連合軍で畠山久信、畠山義房、えー、長尾為影、この連合軍と戦って、えー、神保氏宗は、えー、戦死して、えー、神保氏は、えー、一旦没落するということになります。前回の続きになりますけども、畠山義豊と畠山久信。吉豊が、えー、畑山義博の息子で 久野が松永の息子です。だから、こちらが、えー、吉弘の息子ですね。こちらが松永の息子です。1四9 3年に明王の政変で、畑は松長が死んだ後ですね。えー、吉豊は、それから政元、ここは、えー、吉住を擁立するという。これは、あの明王の政変の後の動きですね。その結果。 久信は紀伊、えー、の国に逃亡。義根は越中の国の、えー、神保長本を頼るということになっていると。えー、神保長本さん前に出てきましたね。この後なんですが、1197年、久、え、信、ー、は紀伊で挙兵しています。河内を制圧して、義、えー、豊は、えー、山下の国に、えー、逃亡すると。11999年には義豊が戦死して、義豊の息子の義秀が総集家を継いでいます。 1500年には、えー、久信さんは、えー、ついに泉も制圧して、河内、泉、この世を制圧し、えー、この泉では、細川守護家を打倒していると。えー、ところが、それについて、えー、政本サイドとしては、捨ておけず、内州の赤沢さつねが、河内に、えー、内泉に侵入し、結局、キーに行くんで、ということで、まあ、あの、基本的に、畠、えー、山、えー、久信は、 キーの国を、えー、本家にするようになると。キーの国を、えー、中心にすると。で、義シトは河内の国。義シニの子孫は河内の国。で、えー、松永の子孫はキーの国。これを、えー、まあ一応、本家とする形が、えー、16世紀に入る頃には固まっていきます。ところが、細川慶長家のナイフン、いわゆるあれですね、あの、英称の桜乱ですね。このナイフに乗じて、義秀は、えー、ついに顔を見限り、頼むとついに交わします。 だから、えー、一旦ここで、それぞれ、えー、吉弘の孫と、それから松永の息子の代に、この両者は一旦講和することになります。細川正元が、えー、最大の敵と、よくなったわけですね。細川慶長期が最大の敵と。ところが、この後、えー、動きが、えー、ややこしくなっていきます。まず、栄昇の作乱。これによって、サーモの部は、 住元悲観の、えー、赤田夏根が義秀を攻撃すると、まあ、ここは、えー、和睦前ですね和睦するのはここまでですから細かいことを言いますと、えー、この義秀と久信の和睦まで何があったのかもうちょっと詳しく説明しますとまず栄の桜乱で久信は住元に義秀と対立するとところが久信は高国サイドに、えー、寝返りますたね高国におうちをしてこれ結局あの久信は えー、基本的に強い方につくという、成功者につくということを非常に忠実にやってますね。栄翔作乱で一番、えー、力がついたのは、杉元が杉元についたと。で、義英はここのところでまだぐずぐずしていると、えー。ところが、久信はその後、杉、えー、よりも角国がつ違うくなると。で、高国とた経が組むと。そしたら、杉信もこちらに移ると。えー、吉義英は逆に、えー、吉住純、元についてます。 ところが、船岡山合戦以降、えー、河内の国は久信が制圧して、結局、義秀と久信が和睦するということになります。じゃあ、なぜ和睦したのかということですね。これは、あの、実は、1 1 2 0年に久信が失脚しちゃったんですね。で、えー、堺に移動すると。そうなりますと、久信としては、河内の国どころか、紀伊の国も曖い,いということで、義秀と、えー、和睦したんです。 でじゃあ、久信が失脚した理由は何,何かといいますと、これはどうも、種永と対立したらしいと。結局吉井、義出と久信は和睦したとは言っても、両畠山そのものが、えー、完全に一致したかといったら、微妙なところがあって、結局、久信は種永との対立に負けて、義、え、出、ーまあ、と和睦せざるを得なかったというのがどうも真相のですね。結局、久信はその後、うまくいかずに、淡路の国で、えー、戦国2 0年に亡くなっています。 同年阿波の国で吉田根も死去して、名誉の政変の関係者、正元も、えー、死んだし、吉田根も、えー、亡くなったし、畠、えー、山室の部も死んだということで、まあ、名誉の政変の、えー、関係者がおおむね、えー、死んじゃったというのが、この1522年ということになります。ということで、一旦ちょっと、えー、この辺、私も今一つうまく整理できなかったんで、一旦、えー、話を切っておきたいと思います。 この畠山のね、このあたりの動きというのは、ウィキヨンでも全然わかりませんね。ねわかりません私もだから、あのちょっと、えー、は混乱してますもとい1年経ったら、はもう変わってるやんって。そうなんですよ。これとこれが手を組んでるとか、こいつはここにおるとかいうのが、一定しないので。この畠山のこの辺りは難しいですね。あの 島とか、ま、細川とまだ筋ととてか、こいつらは全く筋が通ってない。そうですね。一番わかりませんね。うん。ある意味ねこれ、これこそ戦国やとも言えますよね。そうですね。すぐ裏切るんだから。うん。<laughs> <laughs> その一向一揆なんかで殺されるような一方の大将がですね。ああ、島樫さちさんとか。なんか情けないな、みたいな。 いやー、まあ、一個一個強いですよ。<ー>あ、なんせ、あのー、進むは極楽、引くは地獄ですからね。一個一個は強いですよ。<laughs> だから、あの、細川も使うんですよ。あの、こいつはもう最強やと。あ <laughs> との方でちょっとまた出てきますけども、じゃあ、この一個一個を潰すのにを使うかやったら、あの、ホッケ衆ですよね。ホッケ一を使うんですよね。うん、こいつらも、あのー、命が、やっぱり宗教は強い。<laughs> 一向一揆ですけどね、はい、国衆あたりが主力なんですか、そのその地座ぐらいなんですか、主力は国衆は多分あの、組んでますよね。加賀でもそうなんですけども、事実上の最高権力というか、えー、あれを取ってるのはあの下妻家ですよね。で、あの下妻家というのは、えー、節元寺源寺源頼政のし、まえー、末えいで、まあ、あの本願寺の傍観。 だったやつらですけども、それらが黒人一揆。であの一応名目上の守護も一応やってるんですね。とがし一門から。<laughs> 一個一揆うても、なんとなく我々がなんか後ろばたを思って。百社じゃ、わあたちゃがっ,ってるっつうんじゃなくて、もう明らかに一つの守護権力ですね。下妻というのは守護代みたいなもんなんですか。そうです。そうです。えー、下妻も、ええー、まあ大体出家している。暴漢ですから、あ,あれですね。あのライレンとか、そういう風な出家名になります。 戦国時代の、ね、大名というとね、主力部隊は、まあ、鉄砲もあるけど、まだ騎馬武者と弓矢というイメージありますけど、一婚一揆ってね、コミックなんかでもそう,いうかもしれないけど、歩兵やと足軽やという感じがするんですけど、一婚一揆も馬持ってるんですか、やっぱりもちろん持ってるし、弓矢とか持ってるし、あのし結局、戦闘で支持してるのは、あの やっぱりそういう主語の悲観クラス黒人領主クラス宿題クラスそういった連中があの指揮してますよ実は特製一揆も土一期もあの黒人クラスが結構あの参加してるんでただの百姓がうわーって違ってるというイメージじゃないんですよね実は、うん、だから一個一期クラス出てくるともう主語とは全く遜色ないですよこれ上の方は主語、主語代国主で主語代目と似てるとして 先頭に立って戦うやつらが信仰で、そうそう宗教の力で。金ゃなくて宗教の力が逆に強いですよね。<い>金であのフリーと見たらバッ、ばっと他の守護の連中ってやばいと思ったら、あのその百姓は裏切り,り裏切りおりますけどね。こっちらは裏切らないですからね。百姓でまあ歩兵ですよね。歩兵。百、う、姓、ん、が裏切るわけ。それは足軽連中は金で買われてますから。 不利になったら取りパクれるんですら逃げるでしょ。傭兵は逃げますよ。そこのところで踏ん張るわけですね。そうですそうです。小個一の場合は。うん。<うん S 1> その分強いと。うん。<うん S 2> <い>やっぱりいくら金積まれても死ぬの嫌ですやん。うん。ところが一個一揆のやりんちゃ死ぬの恐れないしね。死んだら極楽に行けるってあの突っ込んできよるから。だからまあそれは細川政元としてはこいつは使えるんですよね。 正元とか春元はようあのこの一個一個をうまく使いますよね、この人らは。畠山の場合、よくこれだけ寝返ったり、手を組んだりしながら、それとも守護権力は把握できるんですね、えー。少しずつ守護権力がだから失われていくのかな。<laughs> 河内の国、木々の国。 まあ最後の最後までキーの国は持ちますもんね、こういう畠山、なんだかんだ言うて。キーというとね、雑賀とかね、湯浅とか合あ,あ,あの。うん,ってなんかあ。あれってのは国衆なんですか国衆ですね。鉄砲隊。うん。有名な。守護の畠山の下に組織されてるんですか最賀は最後、秀吉に対抗するときに畠山をつぐんですよ。 キーの畑山って出て出きませんねあま,りあまりなんかの印象ないですね。キーというと、ネコロとか、サイカとか、うん、こっちのばっかり出てきて。16世紀の前半ぐらいには、やっぱり、傀儡化しちゃうからかな。でも、よう見ると、畠山しぶといんですよ。うん、想像上にしぶといんですよ。で、成立すると、この、総集家と美集家で、何段階にわたって平日になってますけども、 二つの家が合体するという気持ちはもうないんですね。ないですね。もうん、そこだけ一貫してるかな。うん。でもなんなんか最後は結局かい両方とも傀儡化しちゃって、一旦はあの河内の国を二つで分けるという時代もありましたけどね。逆に言うと義弘と政長のとこが相打ちみたいにならないで、どっちかが一方的に勝ってれば一本ができたんですね。多分そうですね。 結局、大仁の乱で両方とも分裂したまんま、えー、戦国に突入してしまったというのがポイントかな。うん、で、あの、名誉の政変で久信が、あの、松永が殺されて、この時に久信も殺されてのはまた違うたんでしょうけども、あの、久信は逃げた。これも大きかったんちゃうかな。やっぱりこの人、ここが逃げたというあたりで、えー、逆にこれがこっちを潰しちゃうということで、まあ、これが、あの、この辺が出てきて、というあたりで、 でさらにこれが出てきてという。このとりで結局この二つ、ごちゃごちゃになっちゃったという感じがしますね。久信と吉豊の次の砂ていいます。畠山種長、それから畠山吉高ですね。畠山種長さんは畑、畠山久信の,の子として生誕し、戦後に家督を相続しています。種長が代表し、久信はキーに帰国して、 という形で、まあ、あの京都の政界とそれからあの,の国の支配を両者でうまくやっていくと。1921年には久信義秀が組んで種永と戦うということで親子の喧嘩でいきますねえ。義秀が死んだ後は今度はこの畠山義孝が後を継ぐになります。でこの畠山義孝に関しては1922年に慣例に就任したという話はありますが、これ は現在ちょっと疑問視されてて、慣例というのは、もう細川政元以降、実はなかったんじゃないかというのが今では知られてきますね。それ以降、あの事実上、慣例というのは、細川勝元がしばらく長い続いだ後え以降は、えー、実はもう将軍が就任するときに臨時で就任されるものだったんで、まあ、事実上の慣例というものは存在したかもしれないけども、この吉高に関しては、 えー、この場合、要するに、あのえー、名目上ではなく、事実上の慣例というのは、まあ、細川慶長家の家督とイコールになってしまっているので、この慣例就任に関しては、まあ、伝説う、普通か後世の、えー、二次資料のあれしかないというふうに考えた方がいいかと思います。だからこれに関してはもう、えー、あの実は慣例就任というふうには、えー、どうかなと。堺区法の成立。これ、堺区法というのはあれですね、こういう感じですね。 足利義澄の息子が二人いるわけですけども、足利義晴、それから足利義綱。この義綱は、足利義種の養子になります。この義種の意志を継いで、あの義綱が挙兵すると。で、これにあの、細川春元が加担すると。それに対して、こちらは細川高国と。 こういうい関係ですよねこの細川春元、足利義綱、足利義治、細方国を打倒して成立したのが、えー、堺九法です。この堺九法に関しては、畠山義高は堺九法を支持しています。一方、畠山種長は堺九法と敵対しています。つまり、この流れの中で言いますとこちらが、えー、義高、こちらが種長と。 いうことになりますね種長さんにとっても苦しくなるのは大物崩れですね。尼崎の、えー、大物で、えー、細川高国が戦死するとこちらが要するに改滅したわけですね。そういう中で種長さんはもちろん苦労します。逆にこの吉高さんはこの大物崩れの時に大活躍して細川一門を、えー、あの打ち取らしています。この吉高は、えー、三好元長と、えー、やがて同盟を組んでいきます。というのは 木沢長,のの長政がこの、えー、大物崩れの中で、えー、大活躍した結果急速に力を強めていくとでこの木沢長政っていうのはもともとは畠山の下の家臣なんですね。 ところが、この木沢長政がこの大物崩れに至る流れの中で大いに活躍して、畠山のみならず、堺九方派の中で春元と結びついて、木沢長政は畠山を超えた力を持っていく。この辺また説明しますけれども、木沢長政に対する対抗上、吉高と元長は同盟を組みます。吉高は井井森山城で 死んじゃったと。えー、いうことで、畠山下川、意外なことに頓死しちゃうというかですね、自滅しちゃったと。で、これで畑、畠山宗集家は一気に力を失うというわけであって、典型的な下克上ということが言えると思います。木澤長政さんについて、えー、ちょっと説明しておきますと、木澤長政さんという人は、1193年に生まれております。だからまあ,あの、明王の政変の頃に生まれてるんですね。 総集期の悲観だったんですけども、まあ、何かあって出奔しちゃって、高国のもとに、まあ、逃げ込んでると。で、えー、1930年頃から、春元に接近して、大物崩れにも活躍したということになります。春元に接近し、えー、大物崩れで、えー、活躍したことで、彼は一気に、えー、あの細川政元の中で力を伸ばしていくと。その結果、もともと春元の悲観であった三好元長。 それから、あの、木沢長政の主である畠山義隆。これと、春元長政の、えー、対立軸になって、一向一揆と組んで、本長義隆を廃止させると。この義隆の息子の有氏を擁立するという、あの、もう、主を、えー、殺して、主の息子を、えー、傀儡として、えー、擁立するという、もう典型的な、えー、下国上の振レーをしています。 でさらにこの木田長政細川晴元のうまい点は今度は一向宗は兄大化すると法華一揆と、えー、組みますこの結果、えー、山科本願寺が破局されて、えー、一向宗はき京都付近から通用されて石山に移動すると、えー、いうことで京都周辺から、えー、一向宗を、えー、排除するとで一向宗を排除した後は天文法華一揆 であの比叡山遠略寺あるいいは六角寺と組んで、えー、北家宗を排除していますこの木沢長政はみ三好元長を廃止に追い込んだその後ですねこの元長の息子の三好長慶と、えー、細川晴元の関係を、えー、修復するのにもこの木沢長政さんはまあ一肌脱いでる通貨周回してあ三好長慶を自分の、えー、味方につけていると、えー、いうことになります。 この長政はこれによって一気に力を持っていきますね。えー、で、あの、畠山種長と、それからの守護では湯沢長範。ここでまた漁獄場が始まりまりす湯沢長範は、この種長の守護では進めてました、河内の。えー、ところが、この湯沢長範と木田長政が組んで、種長をついに追放するということになります。畠山有吉。こちらが総集家ですね。で、畠、えー、山晴光。 これ、畠山薬郎というふうに一般に言われていて、春光という名前が正しいのかどうかもよくわからない。畠、えー、山薬郎と言われる人物、詳細不明です。あの、系図的にもどうかよくわからないですが、まあ、あの美宗家の関係者であることは間違いないと言われてますけども、コースの系図に塗らない。この畠山春光薬郎さん。この畠山有二と畠山春光が擁立されて、 川内の国を、この阿龍と春光が仲良く組むという形に、長政はそういう体制を作り上げてしまいます。ここに来て、ついに、両畠山が仲良,く仲良くなったというんですけども、これ結局、あの両畠山が木沢長政と、それから伊沢長則に乗っ取られた結果ですよね。木沢長政は、 河内からあの大和の方への進出を試み、四季三城を築城してます。この四季三城は後に松永久秀にも使われるようになってますね。ところが、えー、1541年、あまりにも兄弟、えー、が過ぎた木山長政は、えー、細川春元、名、えー、氏長吉と対立するようになります。で、えー、孤立化し、結局、この、えー、パワーバランスの変化の中で、畠山の本,家本拠地である高屋城では、 えー、畑山春光は追放されて、種田中が復帰するという中で、えー、木山長政の立場はどんどん悪くなっていき、木山長政は、えー、最後戦死して、有吉は没落。ここに、えー、宗宗家は、歴史の表舞台から、えー、まあ、結婚になります。で、えー、有吉は没落したのが復帰して、畑山美集家が結局、戦いの勝者は、えー、美集家であると、えー、いうことに、えー、まあ、なるわけです。美集家の畑山種田が、 畠山隆二は姿を消すわ。長政は戦死するわ。で、結局、畠山総集計家関係者がばっさりと消えてしまった結果、美集家が畠山を代表するようになると。あの、祖長則との連携を強化して、さらに越中にも、越中というのはなかなか畠山県にとっては飛び地ですよね。もともとは、えー、まあ、木、河内、二人を中心にしていて、そこにポンと越中があると。 種長はそれに対して何をやったかといったら能登畠山との連携を強めていきます。それによって、えー、越中の支配を、えー、何んとか貫徹しようとするんですね。いう中で畠、まあ、山美宗家は戦国時代に入っても、えー、一定の存在感を示したのはこの種長の能力が結構あったということは言えます。しかし1645年、種長は急、えー、してしまってこの後処理をめぐって で、えー、美衆家はいろいろと面倒くさいことになっているわけですねというのは美衆家はこの畑山志夫さんとの連携強化を強めていく中で元畑山家から養子を迎えようと動くわけですところが家中の反発特に種永の弟は非常に反発した結果この畑山家からの養子の足は立ち消えてしまいます畑山の、えー、中身は、えー、ナイフも起こした末にそのゆさ長則さんが 畠山政國を擁立することによって、この畠山もあっという間に下剋上、宇、え、佐、ー、長典が、えーまあ、実権を握るという形になります。まあ、もうこの頃になると、えー、戦国時代、えー、竹縄の時代でって、まさに下剋上の時代になってきますよね。で、この宇佐長典という人物です。どういう人物なのかのちょっと見ておきます。 則、えー、さ,さんは1991年に生誕してますんでまあ戦国時代の走りの頃に生まれてますで、えー、種永の補佐役として台頭してきていますね1930年に、えー、種永追放後に畠、えー、山長常を、えー、擁立長常を今度は追放した後と春弘擁立春弘を追放した後は畠山春光を擁立という形で実はあのーえー、長種永を追放して春光が 据えられたありますけどもこれは実はそこまでにいろいろな人間が弟たちが次々と擁立、えーさ,えーまあ、されては追放擁立されては追放というのを繰り返してるわけです。この畠山春光と畠山有吉の体制を作ったのはこの湯潤長範の活躍ですよね。後に畠山有吉は、えー、没落して種長とは睦した結果畠、えー、山美洲家が力を持つ,持つんですね。吉永らともに、えー、長政を討ち取る時にもこの湯潤長範は活躍しています。 この種長の話、種長のところに美衆家は存在感を示すわけですが、この種長死んだ後、政国を擁立しています。1946年には、高国家の細川氏綱に組みして挙兵していますが、1948年に三好長吉と和睦しています。この辺もあの非常にややこしいですが、この細川氏綱というのは最後の慣例というふうにも言われてますが、完全に三好長吉の、えー、あれですね。 三好長慶の傀儡というふうに、まあ、評価されています。実際には細川家。えー、内衆の、えー、まあ、動きも見られて。えー、100%ーセント傀儡だというふうにも見られてませんけども。まあ、えー、三好の関係が影響強いと。ところは、この畠山作には、えー、まあ、よくあるパターンです。 祐佐長典に反発する。あやつり人形である守護大名が、守護が守護大家臣に反発、今度は反発して、木に行、えー、っちゃうと。1949年に北長政を討ち取った後この祐佐長典は、氏、えー、な、えー、三好長慶の陣営として、畠山政國を自分で勝手に没落していったんで、畠山家を完全に自分のものとしておったんですが、1951年に暗殺されています。これの暗殺に関しては 三好長慶陣営の有力者であった遊佐、えー、長典をの弱体化を狙って足かけをしてる側組、えー、んだというふうに言われてますが、えー、実はそういうエアコンシャではどうもなかったようであってまあ長典に対する恨みつらみが家中の中の、えー、そういうつ恨みつらみが遊佐に向けられたというふうにまあ考えられていますこの美集計一応最後まで見ていきますと最後の当主になったのはこの畠山高政です 1927年に生誕しており、えー、1953年に家督を継承しています。まあだから遊佐中則が殺された後に、えー、家督を継承してるんですね。この畠山高政は家臣の安見舟房と対立してキーに出奔という、まあ,あのこの辺りになってくると分かりやすいテンプレ戦国時代の、えー、弱い、えー、守護大名あるあるの家来と、えー、対立して逃げちゃう。 ところがまあ,あの、えー、この時代はまだ天下人とうまく相手と組む相手によっては復活があって、えー、翌年には三好長慶と連携した結果宗房追放成功していますところがあのここでここで高政さんがもうちょっと、えー、我慢が、えー、辛抱が効いたら畠山家は三好の かざし者に立つんだけども天下人、三好のもとで連れそうにできると、連れそうに、まあ、あの権力を握れたはずなんですが、結局これ、プライドが高いためでしょうね。高政からするや、三好長慶で結局細川の悲観ですからね。 長吉と対立して、宗房とは僕します。何してんだかという感じですね。せっかく宗房、えー、と対立して、えー、自分逃げ,逃げざるを得なかったのに、それを長吉と組んだ結果、宗房を追放できたのに、今度は宗房、えー、とは僕して、えー、長吉と対立しようで、まあ何考えてんだかと。それは結局、長吉による河、えー、内信仰を、えー、招きます。最終的に河内を、えー、かなりボコボコにされると。で そこ畠山高政は細川晴元の、えー、次男の細川晴行それから六角上定と組んで京都を占拠します。今年には、えー、長吉の弟の二芳実九を廃止させるという戦果を挙げていますが長吉が河内、えー、の国に侵攻、えー、してきて敗北しその結果河内の国は三好の 支配下に完全に組み込まれて、えーまあ、畑山は河内を完全に失って、紀、え、伊、ー、の国一国に、えー、筆則します。1六6 5年の永禄の変、これあの、足利義照が三好三人衆と、えー、松永に殺された事件ですけれども、えー、久秀ではどうもなかったようです。この頃家督を明らかに譲っています。で、えー、足利義明の擁立に、えー、彼は動いています。 三好とは徹底的に戦うというあれですね。天曆68年以降、えー、この義昭の余韻に活躍した結果、天曆68年以降、足利義昭と織田信長に従っています。足利義昭、足織田信長体制に従っていますが、この天曆73年通のは元亀4年、この年、信長と義昭は対立。 で信長派であった、えー、高松の弟の秋高は義明派であった湯沢信則に、えー、殺害されると。その結果、秋高と結局秋高とこの高松および湯沢信則が対立したわけですね。結局、秋高は信長についた結果、えー、殺害されて、えー、結局、えー、1175年、信長によって高井城は破却されてしまいます。でえー、その翌年に高松は死去するという形で、ここに。 えー、大名都市の畠山美秀家は滅亡したということになります。その後の畠山氏に行くんで、一旦ここで話を、えー、切りたいと思います。一番最後のところなんですが、この高政さんですね。はい。畠山高政は義明信長に従っていて、信長派の秋高、これ弟ですね。弟です。弟は 脱退されたと。で今日、義昭と信長がそこで対立したということですよね。そうです。で、高政はどっちについてたんですかこの動きを見ると、えー、どうも高政さんは義昭、えー、の方についてるんですね、うん。で、信長に敵対したから、うん、高屋城を信長によって壊されちゃったと。うんうん まあこの辺、三好吉次との関わりとかいろいろあるんですよね。三好吉次が確か、本当は高屋城に入っていて、まあ、三好吉次が、確か三好吉次は高屋城の城主だったはずなので、三好との、えーまあ、手打ちの結果、河内の、えーまあ、信長のあれによって畠山高松は河内の反国を、えー、どうも確保されたようなんですけども、だから秘密はあきたかだな。 秋ししばしばこの字でも書かれますよね実はこの秋鷹はもともとは義明から高く評価されたあの高く評価されてあの細川秋元畠山田高それから芝が折れへんのでそれを信長に芝、えー、家の家督とそれから副将軍をつけようとしたのは結局こういう参官令をどうも吉明,吉明は見てたんだけど信長はいやいやいやそれはめ困りますよ言って自分は逃げちゃったと。 その秋高が結局信長の方にしてたのは結局信長の方がえ使い物にあるとまあ,あ,あ,しあの明智光秀とか一緒なんでしょうねふ細川藤高とか、えー、その辺から見るとやっぱり義明があかんわとこれ見ると義明で人望ないな信長に乗り換えたわけですかうん なんか最近、義明も、あの、えー、なかなか立派な人物であるというふうな書き方が大河でも見られますけども、これ、こういうの見てると、やっぱり人望はあんまりなさそうだなと、という気がしますね。義明の家臣が信長にどんどん <laughs> 出ると。そうそう。義 <laughs> 明人望ないじゃん、やっぱり、みたいな。でも、義明っていうのもいや、そこそこのメンバーを、 持ってたんですねそうですね。義輝が倒されたときに、はい、この前、石狩って出てきてましたよね。はい、あの人たちっていうのは、長相壁行っちゃったんですね、あれ。行っちゃいましたね。義、う、輝、ん、の時にいた奉公衆たちって、あの時にかなり逃げた,逃げたというか、義輝倒されたから、もうしょうがないんでしょうけど。 そう石川<の>家の場合、まずいのは、あのどうも、義経が殺された後、えー、実は資料は残ってて、義秀からなんか土地の安堵をもらってたりして、それもまずかったらしいですね。義輝を殺した義秀に、えー、土地もらったんで、この義昭が来ると、今度は立ち悪くなってて、それで逃げちゃったっい方のが正しいかもしれませんね。あ、それで逃げたんかもしれない。どこに居るんですか、土佐<あ>に。<laughs> うん ああのそのうう時にやっぱり一番逃げられるのは自分の娘の嫁ぎ先と。<laughs> じゃあそのヨシテルの時にいた奉公主たちっていうのは石垣さんらは別にして吉明の方に引き継がれたんですかあの人によるんちゃいますかねやっぱり石垣さんみたいに行っちゃった人間とそれからまあ,あの、えー、吉明に行った人間ともうそこで見限ってあの。 吉出の言っちゃった人間といろいろあると思いますよどうなんでしょうどうなんだろうなでも結構残ってるか吉明さん室町幕府のマンパワーはある程度は吉明に継承されたんですね吉出からでこういったマンパワーの大半は最終的にあの信長政権の下では多分明智光の下にあの集められてるはずです 伊勢氏とかそうですね伊勢とか,松田とか、ああいう官僚系のやつはみんなあの明智光秀の支配下に入ってるんで。それれは信長が入れたんですかみたいですね。で、うん、逆にあの村井定和の方にあんまり入ってないんですよ。京都市政の方は意外とあの室町幕府の関係者ではなくて、結局、こういう室町幕府の関係者はどうも光秀の,の方に回されてしまうと。 見ついての評価高いんですね、坂本もらってるし、うん、そういう幕府の方向集も引き継いでいるとなると。高いですよ、ものすごく。坂本と亀尾も、まあ、まあだから、機内の総最高指揮官ですよね。うん。事実上の,あの室町幕府の慣例見たもんですね、彼がつかされた、あのあれっいうのは。うん まあ、丹波を室っ段階で細川慶長家がやってた仕事をまあ引き継がされたもんですから河内の方にいた畠山というのはこの畠山高政が死んだ時点で消えてしまうんですかそうですねあとは紀伊の国に高政の息子とらがおってあそれがさっき話に出てきた秀吉が攻めてきた時に災害の連中が担いだという,そう,そう,そう そう,そうそうそう。うん。もうその時はもうほとんど警戒化しちゃってるんですね。もうあの、事実上この高松が死んだ後、キーの国にわずかに、キーと河内の国境に、えー、小さな土地を持ってるだけの存在だったみたいですね。だからまあ、最下としても担ぎやすかった。<laughs> うん。 あの家柄だけあったかいけども、全くのすカンピン。能登畠山家、畠山義房の頃に最盛期を迎えた能登畠山家ですけども、能登畠山家も1四4 5年頃に曲がり角を迎えます。 畠山義継が家督を継承するわけですけれども、この時期何があったかっ,ったら遊佐嗣光とぬくいふささだの争いによって七尾城が焼けてしまうという事件が起こっています。この畠山義次が死んで、義継が継承した、ま、若かったことで、一門同士の争いというものが出てくると。義継が若かったために、畠山七人衆がやるという、まああの、あれですね、鎌倉殿の13人と一緒で、 集団指導体制というものが敷かれたわけです。この7、えー、人衆、初期では伊丹房方、平房友、長次貫、生井房貞、三宅房宏、遊佐、えー、総延、遊佐次光、この7人による集団指導体制が構築されたんですけれども、結局、この遊佐次光と生井房貞、この両者の主導権争いなわけですね。遊佐次光が1951年に生井房貞に敗北して、 加賀の国に逃亡してしてままいますこれによって、ぬくいふささだの力が非常に強くなると。その結果、1555年に畠山義継と、えー、その息子の義綱はふささだを殺害してしまいます。これで大名権力、あの元畠山家は、指、えー、導権を握ってふささだに追放されていたつぐみを復帰させます。ところが、それに対して不満を持った 井えー、三宅房宏らは一門の畠山春敏こいつを擁立して挙兵します。これを工事の内乱と言います。で、この工事の内乱は結局畠山義継義綱、あるいは遊佐継水によって、えー、鎮圧されて、えー、義綱が権力を掌握することす。だからこの辺りまでは畠山家はしっかりと残ってたんですけども、 ここで漁、えー、国城発動、1966年、遊佐次光が義奈良を追放します。義綱、それから義継、この2人とも、義継は義綱に、えー、譲ったとも貢献役でおったんですけど、この義継、義綱、両方とも追放されます。で、彼ら2人とも近江の国の坂本に亡命しています。そこで義継、義綱は、えー、六角城廷、あるいは上杉謙信、えー、これらと、えー、連絡を取って、 の脱を目指すすんですけども結局嗣光が六角あるいは上杉らの動きを、えー、抑えてこの義が長生きしますね嗣光が死んだ後も生き続け信長が死んでも生き続けて1590年にすぐは亡くなってます義経、えー、は1593年に近江の国でそれぞれ、えー、死去していて追放されてそのまんまやると長生きできるという武田信虎が武田信玄よりも長生きしたようなもんですね 武田信虎も、えー、追放されたとは京都で長生きしたしあの京都とか今川市の長生きしたし義継、えー、と義経も結局近江の国であの秀吉の時代まで生き,のび生き延びたと畠山綱に関しては後にあの秀吉に仕えたという話もありますがこれは、えー、事実かどうかはよく分かっていませんこの遊佐嗣光ですねこの遊佐嗣光畠山の嗣保者だと、えー、息子の義範を、まあ、擁立しています ユサツグミツの頃に、このユサツダ、フササダと、えー、対立していたんですが、この孫のぬくい影ケは、このユサツグミツと、えー、手を組んで、刻、え、参、ー、ていきます。ここにユサツグミツは完全に力を持ったんですけども、さ、え、ら、ー、に1 9 7 0年には、えー、吉典が休止しています。これに関してはツグミツ及びこのカケ両者による暗殺説も伝わ、えー、れています。まあ、これは証拠もないんでわからないんですけどね。休止すると。 これ以降、畠山家は完璧に、えー、まだこ、あのー、赤ん坊がついて、この辺もよくわからないです、義則の,の弟の吉高がついたとも、吉高もすぐに休止したと、あの2年後に休止したと、えー、両方とも、えー、子供のうちにバタバタ死んでいるんで、嗣光が、えー、殺させるんじゃないかと、で最後も、えー、子供がついて、で結局断絶したんですね、畠山家は。 ところが、能、ま、登、あの国に織田信長の勢力が、えー、伸びてきます。1577年、えー、織田信長に、能、ま、登、あの,の国は、えー、加賀の国まで抑え込まれたあの、やってきた信長につくのか、それとも、えー、越後の上杉謙信につくのか、かまあ、この能登、越中、えー、この辺りを巡って、あの上杉と織田の関係も、えー、急速に悪化していくと。その中で、長継ぐ面。 が、えー、まあ信長の力をバックに、えー、実験掌握してここに野戸畠山家は小田信長派に通行になります上杉謙信は、えー、野戸に侵攻してきて七尾城を戦ってるんですけどもこの上杉謙信と、えー、野戸畑山家が戦った七尾城の戦いの最中ですねもともと上杉謙信と関係の深かった湯沙嗣光光抜くいかけたからは内容して長嗣蔵を、えー、殺害します これによって、一気に能登の国は、上杉謙信派に入っ,て入っていくわけですね。ところが、翌年謙信が死んだ後、信長軍は侵攻してきた結果、江左継光は敗北して、継光らは処刑されます。ぬくいかけたかはあの逃亡して、上杉謙上杉景ずの、えーまあ、敗下に入って生き延びたんですけども、1582年、本能寺の変に乗じて、ぬ、え、く、ー、いかけたからは、 野党の国に侵攻してきましたしかし前田利家、佐久間信盛の反撃にあって野党行かけた川は戦死しここに野党畠山家も滅亡することになります越中の守護代であった人望氏についてちょっと見ておきますと人望長本最初ので人望氏も出てきましたこの人望氏の子ではないかと言われていますこの長という字はどうも畠山久永からもらっています この畑山久長というのは久信の子ですね。久信、えー、この人、名前を変えてまして、えー、まあ、一番長いのはこの久信で久信を使いますけれども、えー、まあ、あの最後の名前は久長なんですね。この久長から、えー、一時、えー、配慮していると。この神保長本は、えー、富山城を中心に、上岸寺川より西を確保して、えー、越中最大勢力になっています。 まあ吉宗が滅ぼされた後、えー、そこから一生懸命いろいろと苦労はしていたみたいです。でその結果、越中最大勢力。ただ、いくつかの黒人が分かれているので、えー、あの神保長本は一応、えー、自立した勢力とは異常、戦国大名といえるかどうかは微妙なところです。ところが、1960年に上杉謙信が、えー、介入してきて、敗北します。一旦は敗北しますけども、長、え、本、ー、は武田信玄と今度は組んで、 越中制覇を目指しますが結局謙信はこの北陸でしっかりと抑え込んで謙信はこの神保長本を倒した後も、えー、一応神保長本の、えー、支配を認めて神通川伊図を失って、えー、神通川とそれから上岸寺側のこの間の射水郡とかその辺りですね富山市のちょっと北の方あ辺りこの辺りを、えー、支配する抽象、えー、領主として生き残ることを、まあ、認められると。 その後は健診派に、えー、くっついています畑園は輸出の追放に際しては健診と共同で、えー、こ輸出の復旧を目指したり てますけども着手の長積が反上杉派に擁立されたことによってまた面倒くさいことなってきますこれは上杉謙信や介入して長積らを追放することによって何とか保ってたんですけどもここでまた長本さんがわけのわからんことやるわけですねそのまま謙信の元で生きとったのになぜだか長本は謙信に反拒を翻しますが指挙します謙信は、えー、第三次信長法院門に参加したしてますが このの動きの中で人望長さささんん長南とかさんは、えー、名前出れました、えー、所属神住、謙信によって介入されたこの長住は結局織田は、親小田,田と謙、ま、信、あの,の対立の中で、信の対立の取で えー、神保中本と長住は対立するとで、この長住は追放された後小田の中に入ってました小田の中のさっさなりの廃下になっていてさっさなりまのと婚姻関係を結んだ結果さっさなりの一門扱いになってみたいですところが、えー、もともと神保家に従っていたこの、えー、旧神たちによって富山城を攻撃されて救出、えー、されてます 富山城を攻撃して失った、えー、その失策によって信長の不教を買って、えー、信長から追放を命じられて、それ以降の消息は分かりません。神保氏春普通にございます。これ、ちょっと系風面ですよ。この神保氏春は長元とは対立みたいです。 彼はまたさっさ成政と、えー、配下として活躍し、そのまま、えー、成政が信長滅びた後も成政の配下として活躍しています。で成政が九州に行った時には、えー、成さに従ってあの九州に行ってますが、えー、成政が、えー、ご存知の通り改易されてしまいますので、その後は、えー、徳川康に仕えています。で、二千石の旗本になっています。 実は、系譜は不明なんですけども、同じ神保一門に神保長春通人物がおるんですが、この旗本の神保長春さんの屋敷一帯が、えーまあ、明治以降、神保町となって、現在ではなんか出版していたら大体神保町になるという感じになってますけども、これはあの、この神保家から来ていますすのその山山家です山、えー、正久秋高の兄にあたります。 秋高の兄っつうことは、石山合戦が終了して、斎、まあ、下衆は、えー、最後の抵抗をするんですけども、この斎下衆が頼りされのはこの畠山正久です、えー。だから名目上の紀伊国主につり上げられます。羽柴秀吉が、えー、紀州征伐を創って屈服して、畠山正久は、えー、完全に、えー、紀伊の国のわずかな所領を失って、流浪の、えーまあ、人生は眠くなるみたいです。のの息子畠山正信 彼が片桐勝元に使いました。これが畠山の一括郎ですね。片桐勝元に使えて、えー、片桐勝元は、えー、豊臣家に使えたので、その縁もあって、 秀秀吉秀織に使えてます片桐勝元が豊臣家から徳川家にあの大阪の陣の直前に淀との関係悪くなって追放されちゃって徳川家に仕えてますけども、えー、それにひっついて畠山政信も、えー、徳川家に仕、えー、えるようになりますその結果もともと書に優れたようで徳川秀忠の側近になります300国の旗元 という非常に小さな昇進でありますが秀忠に仕えたことによってこの畠山家は後に皇家になりますあちなみにこの前あのえっ、ー、と浅野さんをえー、まああの指導してた畠山っていうのはあれ間違え間,間違えてましたすいませんあの、えー、2回ともキラでした畠山さんは畠山 あれはこっちじゃなくて、あの確か能登畠山家の子孫で生き残ったやつも後継になっていて、この能登畠山家の人間と、それから今川義元の子孫の品川さんの2人の後継が、家楽大おけのすきと一緒になって、匠の髪をいびってるシーンに出てくる人物です。畠山家の旗本で有名なのは、この畠山元黒通と人物であって、正信の孫にあたられたかな。 1679年に奥公家になって、ここまではまああの普通のあれなんですけども、1688年に蕎麦用人になっています。これはあの非常に珍しいことであって、この蕎麦用人というのは基本的には、不代大名がなるものですね。これを旗本をするも公家がなったのは例がないんです。で、えー、この時一応公家はちょっと違うんで、公家から外れています。 1690年は創者版になってます。この創者版はすぐに徳勝の吉がなんか急にブチ切れて首になってますが、畠山はこの時に海域にならずに生き残ったことがあって、1690年には後期に復帰しています。この結果、畠山は、能登畠山家も含めて、この畠山3つのうちの能登畠山と、それからこの畠山美洲家、この2つの家系が、 後家として江戸時代を通じて生き残ることになります野戸畠山とかこのクラスの大名だと越中に進出するとかそんな難しいんですかね畠山家はまあ、越中を無理やり維持取ろうという気まではなかったみたいですね畠山美衆家から言われて越中の手を伸ばしてはいますけども あんまり能登畑山家っつうのは、あんまり領土的野心を感じませんね、ここは。まあ、能登だけ抑えて。うん、まあ。加賀とか越中とかに進出しようという、そういう足はなかった。能登っつうのは結局あの、日本海交易の見入りがありますから、わざわざ越中まで出かけていかなくても十分だったっつうのはあるかもしれませんけどね。収入があるということですか。うん。 うん、現在のイメージで言ったら何となくあの、えー、端っこの方というイメージがあって、まああの,の,つの国と半島ってそんなにあの北陸温泉で七尾までは前化されてるけどもって感じですけどもあの当時やっぱりあのこうぐいっと突き出してますから、まあ、七尾とか、えー、鈴洲それから輪島あのこの辺りちゃんとあのやっぱり日本海の日本海交易の中継庫として非常に、まあ、大きな。 場所を占めてますから日本海攻撃を抑えるの一部を、えー、一億になってるんで、まあ、京都との関係も近く近いですし船で一発ですから、まあ、いい条件にありますよね大した部屋なんかないですよね、うん、江戸時代の石高で言えば大したそこではないけども。うん そうそう、農業中心で見ると、まあ、大したことないんですが。あの、これを、あの、商業的なあれで見ると、ものすごく、のとつのは。えー、場所ですよ、これ。室町幕府がね、貿易や商業。頼ってたけど、うん、これ、大名というのも。証言に頼ってる分が結構あるんですね。結構あります。結局、まあ、当時の室町時代の、あの、どっちじゃやり方が、結局。 まああの村別線とか捕別線とかそういった商人、えー、にあの税をかける形であの取ってますし商人か,、うん、からの、えー、収入と結構にしてますよねそれだけね室町時代にその商業からの上がりが大きいのにあれ江戸時代になると何で突然何万石ってあ米だけで測るようになるんでしょうね。 んでしょうねあの一つ言われてるのはあの結局元もとも秀吉の頃に神高生に神田が国高生に切り替わるのは銭、まあ、がすったり <laughs> 足りんようになった銭本因制からあの米本因制に変化していったというのは言われてますねどうしての？江戸時代のね朝の五万石とかね姫路堺十五万石とかねそういう。うん 何万石という地図をずっと見てるから、江戸時代の。うん、それはよくみんな覚えてるんですよ、毛利三十の南万石だとかね。はいはい。<laughs> それ、それあれ、商業の収入入るなんでしょありそうなんですよね。そうそうじ実は商業の利益を入れれば、石垣が小さくても豊かなとこもあるのかなとか。あるでしょうね。<laughs> あんまり言いませんね、そういうこと、うん、江戸時代 江戸時代は能登はもう完全にあれですね、あの前田百万石の中の一部入ってますからあ。あそうで、能登はね。うん、いやもう、畠山はね、小さく分かれて、いっぱい人出てくるのでね、ししっかかりしたイメージがつかめないですねなんか細川に比べると、やっぱり、いつもこいつも輪郭がピンと来ない人物ですよね。